はい、9月です。元気堂漢方専門店、熱中症における駆おけつ剤による必要性について話します。熱中症対策では、漢方では清熱、体の中が熱くなる、補陰、体の中の水分がなくなっていく、3つ体がだん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 疲れてくる、補気、この3つが必要と言われています。ただ体の中の水分がどん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 なくなることによって、体が疲れてくることによって、血液がかなりドロドロになってきます。そのためにはどうしても駆おけつ剤と言われる漢方製剤を調合することが必要になります。まあいろいろありますけど、よく使われるのは球気調血院第一カビ、通道線、軽視特量が単進歩、まあこれらの製品はいろいろな用途がありますから、これから説明していきます。抗生生薬はここに表しています。その中で球気調節院第一加減、これは自律神経が乱れて生じるおけつによく使います。まあ妊娠後の血の道と言われるものにもすごく古来から使われています。通道散は消炎効果、射下効果といい、まあちょっと一般的に言うとお通じが緩くなるような働きを持っています。血の巡りを良くしたり、気の滞りをなくしてくれたりと、まあ、体の中の熱を取る力は結構あります。通道散は3つ目、軽視伏龍丸、まあ、軽視伏龍丸は一般の人はよく聞く処方名だと思います。まあ、さっきから言ってるようにそんなに射下効果はなく、血液をきれいにする力っていうよりも血の巡りを良くしていくような働きが強いおけつ剤です。最後に単進歩、単進歩は製品にも出てますけど、肝腎という強い駆おけつ作用がある生薬が入っているため、脳卒中とか脳出血なんかの後遺症に使ったり、心疾患の症状になどもよく用いられています。まあ新薬と違って極端にそういう作用を発揮しませんが、こういう駆おけつ剤を使うことによって体の血液をきれいにするっていうことが、今いろんな病気の元になっている血に対する漢方の役割だと思っています。今説明した球気調節院第一加減、通道散、軽視伏龍丸、単進歩、漢方製剤は当社ではこれ以外にも駆おけつ剤を数々扱っています。それを一つ一つ理解することはなかなか一般の人は難しいと思いますけど、当社にお電話、LINE、メールしていただければ、あなたの症状に合ったどの製剤がいいかということを細かくご相談していく、説明させてもらうということが漢方専門店の役割になってますから、ぜひご相談ください。